15人チームの残りのさ、はい、14人は何やってんの今ですか、うん、今、えっと、それぞれなんですけど、えー、っと飲食のアルバイトだったりとか、うん、あとはもう同じような代理店営業ですね訪問販売とかやってる方がちょくちょくいますね今日これお金得られなかったらどうすんのもう週7で働きます今日明日からひたすら貯金しますでも今すぐいらないよね別にだってみんなフリーランスでやってんだったら用意どんでみんなテレワークでやればいいんじゃないの えっと、いやそれは僕の,あのなんて言ったらいいんでしょうただの親切じゃないですけど固定金は払ってあげたいので25万円は<ー>はい払えない今今今払えないですね<え>、はい、でもみんなが営業頑張ればそうです25は稼げんじゃな、ね、い25は多分いけると思いますだから25万は来月から、はい、じゃあひかりさんからもらった案件で頑張ろうぜっつったら、はい、とりあえずいける、はい、いけると思います、はい、ってことは 1, 万の使い道は ホームページの制作代だったりとかホームページはい自分でやらだって誰が見るのそのホームページうんなるほどえっと確かにただのブランディングかもしれないです結局年年賞1億稼げる能力あるわけだからそれを今無駄遣いしちゃったってことだよねせっかく1年間で1億稼いだのにけど人間って間違えないと気づかないことがたくさんあって例えばさ5年後ぐらいに この資料さわざとタンスの下置いといて5年後にこれ見てみマジやべ確かにこれねこれほんとタイムカプセルでも入れて庭の中にしまっときでマジで見てみ本当に俺やばい人間だったんだって感じるでそれは俺が例えば22歳の時もしかしたらこれ見たら感銘を受けてたかもしれないんだけどそれは俺らおっさんになっちゃったからさいろんなねなんか詐欺師も見て同じことようなこと言ってるさなんか仮想通貨売ってるバカとか見て歌舞伎場で遊んでていつかいなくなるやつとかも見てってさ そう,ですね、そういうやつらを見てるからこういうのがねなんか陳ケだなって思っちゃうわけ今日頑張って作ってくれてありがとうね,うね本当にいやいやそんでもないですそう人はミスを繰り返して正しい方向に進んでいくから、はい、みんなそれはみんな通ってるわけよ、はい、だから多分大人としてそういうアドバイスになってるんじゃないのなるほどではこれより最終決断に入ってまいります細井先生お願いしますはい僕は頑張れナッシングです、はい ありがとうございます三浦社長言ってましたけどね僕も最初ファミレスで4人で夜中までやってましたね。はい、で今ね、その子たちが月に120万ぐらいは最低でも稼がせてるんですけど、はい、あの頃が一番楽しかったですねなるほどその楽ししいいいい時期をす、ね、すっ飛ばさないで欲しいなでと思います、はい、その、ね、地べた張った時期があってその後みんな稼げるようになると、はい、喜びもひとしお会社もうなぎ登りも最高だと思いますね1年頑張ってください,、はいはい。ありがとうございます